千田忠式は、大日本帝国陸軍の軍人。英天は、14位、軍理投稿4級。思二26期。栗林忠道大将とは同期。洋党の戦いで戦死後の1945年3月17日に、陸軍中将に昇進。旧姓は、高山、鹿児島県出身。1906年に、東京府立一中入学。同期に、 上村光五郎がいた。1912年4月1日、陸軍士官学校入校、同校26期卒業。同期に、栗林忠道ら。関東軍第5軍第11師団第1本兵団不評、第44連隊長在任中に超古本事件に参戦。1943年2月5日から1944年11月27日まで。 仙台陸軍幼年学校長。陸軍大学校を経ていない、無点組ながら、少々に昇進した、屈指の不評の専門家と言われた。太平洋戦争を末期、栗林忠道による前任者、大塚大将少の解任に伴い、栗林の求めに応じた大本営により12月に、小笠原兵団第109師団の中核、根性第二旅団長に部任、大島に赴く。 洋島に死にに来たと語っていたように、潔く散ることこそ武士道の道といった人物であった。民間人から老年者までの寄せ集め部隊である、混成第二旅団をもって、深く洞窟陣地を構築した。洋島では戦車へと進することを主任務とする突撃中隊を生み出し、その育成に当たった。根性第二旅団の南地区部隊は、米軍の洋島上陸部隊の矢表に立ち、 その激戦は米兵に地の川を流れさせる死闘を演じた。千田のこもる玉名山など、元山飛行場側正面周辺にては、米軍の猛攻に耐え、3月2日から8日間で、主に米海兵隊、第4海兵士団に2880人余りの死者を与え、米海兵隊も肉引き機と呼ばれた玉名山迂回にて作戦を続行せざるを得なかった。 米海兵隊の大会の中で、玉名山だけが残された。米海兵隊上陸の17日後、敵の砲育下に置かれた千田は豪雨に閉じ込められ、容易に火炎放射の的になって犬死にする危険な状態になった。栗林により、再三にわたって、玉砕を禁じる命令が出されていて、千田も忠実に守っていたが、重傷者の山で限界に来ていた部隊の残込み隊長として、 玉砕攻撃の許可を求めた。だが、栗林の強い反対により認められず、代わりに、兵団司令部への合流を命じられた。千田は427名の兵士を率いて北進し、兵団司令部へと向かったが、到着直前に、米軍の攻撃を受け壊滅した。命運尽きた千田は3月7日、兵団司令部までわずか300メートルの温泉浜付近の号内にて、 堀聖一大佐、中白劇第三大隊、小林光一郎少佐らと自決した。去年52。この号内は、千田狭間と呼ばれている。二人の部下からの報告で、千田の死を知った栗林は、兵団の総攻撃を決意した。その後、玉名山の重傷者も含めた、残存兵は、以後も戦闘にて、米兵に800人余りの死者を出すゲリラ戦を演じた。 実に、米軍は、玉名山及びその周辺の戦いにより、黄島の、戦いにおける、米軍死者だけを見てもその半数以上を出したことになる。その後4月19日、米軍に号を発見され、火炎放射器の攻撃により200名中150名、近くが一挙に焼き殺されたという。ありがとうございます。